党が先鞭をつけることになるのではないか。それは夢ではなくて実現できる話だと、そう考えるようになりました。その場合に東京だけではない、私は東北、東京、東京、東北がやっぱり恩恵を、東京のオリンピックの恩恵を分かち合うような、そうしたオリンピック・パラリンピックにしていかなければならないと、そう思っております。